はい、それではかという文字、この文字の書き方ポイントをやっていきたいと思います。この文字をかっこよく書くためには大きく3つのポイントがあるので、このポイントをしっかりと押さえてあげると非常にかっこいい文字が書けます。その中でも特に重要ポイントになるのがこの2つの点の位置なんです。この位置取りによって1文字としてのバランスがかなり変わってきてしまう。ちょびっとずつでもずれてしまうだけでかなりバランスが崩れてしまうので非常に重要ポイントになっていきます。で、これ大まかな位置取りとして、まずこれですね、左側の乃木編、この空間、上の空間と下の空間が出てくるので、ここに対応して1点目2点目をだいたい合わせてあげると、このバランスとしては分かりやすいかなと思います。なので大まかな目安、メドラインとしてはこの2つの空間に、こうして、対応させていくような高さ関係になっていくので、まずここは、分かりやすいポイントかなと思うんです。ただこの空間に当て込んでいくんだけど、ちょっとしたズレによって結構文字がかっこ悪く見えちゃうので、ここ要注意して詳しく見ておかないといけないんです。なので詳しくやっていきたいなと思うんですが、まず最初に簡単な2つのポイントをやっていきたいと思います。で、まず1つ目のポイントになるのがこの横線の長さになります。まずこの長さを少し長めに取っておくこと、これが必要になってくるんですが、その上で特にこの縦線から右側の飛び出し、ここを少し長めにつけておくと非常にかっこよく見えていきます。例えばこのフォント体なんかだと、この縦線から右の飛び出しが短くなってしまっているので、なかなかかっこよくならないんです。なのである程度長さをつけてあげるとかっこよさやバランスが取れていきます。このかという文字なんかだと、この乃木編の左側のこの横線の長さが少し長くなっていて、それに対応してこの左払いも、少し長めに書いていきます。そうすると左側の空間、こういうふうに、少し伸びていることによって空いていくので、この右側の空間もある程度こう出しておくとバランスが取れていきます。そしてこれがかっこよさになってくるので、ちょっと長めにそれぞれ出しておくっていうのが、このフォント体との違いかなと思います。なのでここまず一つ、ポイントになってくるのはこの横線の長さ、特に縦線から右側の飛び出し、この長さを少し飛び出しておくと非常にかっこよくなっていきます。で、そこで次2つ目のポイントになるんですが、ここよいしょ、横線の次ですね、縦線になっていきます。この縦線の長さがこの文字の一番のかっこよさポイントになっていくので、しっかりと長さを見せてあげるとかっこよくなります。なのでこの、フォント体なんかだと縦線長いには長いんだけど、乃木編の頭とそれから終わりがそれぞれ揃ってるような状態なので、それよりも乃木編の高さよりも高く飛び出して、さらに乃木編の終わりよりも下に飛び出しておく、この飛び出しがそれぞれ必要になってくるので、しっかりこの長さ取っておくとかっこよくなります。で、この縦線の長さ、乃木編よりも長く飛び出す、長くさせておくことも必要なんですが、ちょっともうちょっとだけ詳しく見てみると、飛び出し具合ということにポイントを当ててみたいと思います。これというのも乃木編を書いていってですね、ある程度高さ長さ飛び出しをつけていくんだけれども、上から飛び出したで、高いところから行ってぐーっと行って低いところで、ちょっと曲がっちゃいますね、ここ低いところでこういう風にですね、少し飛び出している、両方とも確かに飛び出しとしてしっかり飛び出していて高さもついてるんだけれども、飛び出し方、割合が重要になっていきます。例えばこれなんかだと乃木編の頭から上の飛び出し具合とそれから下の飛び出し具合で、ちょっと上の方が長いよと下の方が短くなってるよって、こういう状態になるとなかなかかっこよくバランスよく見えないので、これは逆転させておくのがポイントになります。なので、この頭の飛び出しというのはここはちょびっとで OK です。逆にそれよりもこの飛び出し、上よりも下の飛び出しをしっかり飛び出しておく、この長さをつけておくとバランスよくかっこよく足長感もついてくるので、この長さだけではなくてちょっと飛び出しにもポイントを当ててあげるとより文字がかっこよくなってくると思います。ということで、この文字まずは2つのポイントとして、横線、特に右側の飛び出し方と、そして縦線の長さ、ここをしっかりと出しておくことによって、この文字のかっこよさやバランスが一つ作れていきます。で、その上で何といってもこの文字のもう重要ポイントになってくるのが、
この2つの点の配置、位置の取り方になっていきます。先ほどポイントとしては大まかなラインとしては、この乃木辺の2つの上下の空間に当て込むようにそれぞれ書いていくといいっていう部分になってくるんですが、これをもう少し詳しく見てみると、確かに空間としてはそれぞれの上下の空間に1点目2点目が入り込んでるような見え方、見せ方にはなってはいるものの、ちょっとこれだとまずいよっていう書き方があります。あ、もうちょっと大きく書いた方がいいかな。よいしょ、乃木辺をですね、少し大きめに、空間も少し広めに取っていきます。よいしょ、こんな感じかな。よいしょ、少し広めに取っていきます。で、ここで、この上の空間に、1点目を少しこう入れ込んでいく。で、そして2点目の空間も、ある程度ここに対応させていくような形で、横線を書いて縦線を書いていった時に、これだとなかなかかっこよくならない。どうしてもこの空間になんとなく、入り込んでるような形にはなるもの。ちょっとこれ低いかな、これだと低すぎますね。もうちょっとこの辺だとしても、ちょっとバランス的にどうかなっていうふうに、見えてしまいます。なので、この1点目2点目のこの間の距離であったり、1点目の位置取りがすごく重要になります。で、ここポイントになるのが、これもですね、多少文字によって、若干変わってはくるんですが、1点目の最初、スタート位置として上のこの空間の中心ぐらい、ここを一つ高さの、ポイントとしてあげると分かりやすい目安かなと思います。で、この高さ中心ぐらいを一つスタート位置として、で、ここからスタートしてぐーっと1点目を書いた時に、この横線の終わりと1点目の終わりがだいたい揃うぐらい、こうなってくるとだいたい高さラインとしては合ってくるかなと思うんです。なので、ここを書いてから2点目書いてあげると、で、それに合わせて、この横線の完全に合わせることはないですが、若干ちょっと下ぐらい、かといって下すぎはしない。なので、少し下ぐらいを目安目処にとってこう書いていく。で、横線を書いて縦線を上から下まで、ある下まで引っ張っていくとバランスよく感じていきます。ところが、この1点目の始まりが、ここが大幅にずれてくるとかなり問題になるので、ちょっとここ見ていきたいなと思うんですが、例えば、この空間の中心よりもちょっと上からスタートしてしまったと。で、ここで書いていくと、それはそれで確かに空間の中に当て込んでるような、対応してるような高さ関係ではあるんだけど、ちょっとこれだと高いし、かといってここよりも低いところからスタートして、さらに、ちょっと低いところまで終わってしまう。で、さらにこの2点目は、これどうしてもここが下がってくるとどんどん下がってしまいます。そうするとどんどん足の長さも短くなってしまうので、低く落としても良くないし、高く上げても今度バランスが整わない。なので、ちょうどいいぐらいが、この空間の上の空間の、だいたい中間ぐらい、真ん中ぐらいからスタートをかけて、で、だいたい横線の、こことですね、だいたい1点目の終わりがだいたい揃ってるぐらいだと、まあ、バランスは取りやすいのかなと思います。で、この2点目もですね、この1点目に合わせて、狭すぎもせず、近寄りすぎもせず、離れすぎもしないぐらい。なので、このあたりでちょうど1点目の、スタート位置をここに合わせて、横線が一つ基準になって、ちょっとそこよりも下なので、こんな形になってくるかなと思います。まあ、最終的なチェックポイントとしては、横線、この横線のスタート位置、これがこの点のちょっと下ぐらいから入っていく。これが大幅に横線下にずれていくと問題になるので、ある程度点の位置がちょうどいい場所に打たれていると、この乃木辺のこの点の真下から横線がスタートできるんじゃないかなと思います。で、これがどんどん下がって、例えばですね、こっちで見ていくと、あ、こんな感じですね。下がっていくとかなりかけ離れていきますし、あるいはここもですね、どんどん上がりすぎちゃうっていう問題もありますね。点が上に上がって、点が上に上がって横線がこういうふうになると。そうすると今度足が長すぎてバランス整わないということになるので、まあ一つここが大きな、目安ポイントかなと思います。ということで、この位置、高さの関係値として空間に当て込むような形にはどちらにせよなるんだけれども、ちょっとしたズレで結構変わってくるので、ちょっとこの1点目の最初のスタート位置、そして終わりの位置に注目してあげるといいかなと思います。で、これ3つのポイントがここで出揃った形になるんですが、まあ、それぞれ乃木辺からちょっとしたポイントをですね、それぞれ順を追って簡単に見ていきたいと思います。で、まず最初1画目、少し平行のイメージで書いていきます。払っていきます。で、横線ちょっと長めに書いていき、で、縦線を書いていきますと。で、左払いもちょっと長いぐらいで OK。で、次書いていく点に関しては、木辺とか乃木辺のポイントとして、
このスクランブルする交差の位置よりも下げるよということが一つポイントになります。じゃないとこの空間も全然詰まってきてしまうので、ちょっと下げておく、スタート位置を下げるよっていうのがポイントで、その上でこれ3つ右側が出てくるので、上と真ん中、ここまず右揃え、そして点も一つ合わせるか、ちょっとこれなんかだと点の方が少し内側で短い形をとっていますが、これは OK です。基本的にこの右揃え3点もしくは2点、ここをですねまず合わせておくよっていうのが必要になっていきますと。でこの次書いていくときに、先ほどのポイント、大きな重要ポイントになる、まあ、この中心の高さぐらいから点を書いていきます。あんまり近寄ってしまうとちょっと問題があるので、ちょっとだけ気持ち離していきます。でここで大体終わりの位置、ここで目安取ってあげて、次の2点目のスタート位置、ここで一つ左側にずらしていきます。これが、トマス右側、これ作りの部分をトマスというパーツになるんですが、このトマスの特徴ポイントになるので、これが1点目と2点目がちょっとこういうような形でスタート位置がずれる、なので終わりの位置もちょっとこういうふうに、ずれていくよと、単純にこれが垂直線だったとすると、すごい曲がってしまってるんですが、垂直線だとすると1点目と2点目が同じにはならないよと、少し2点目の方が左側に、行くので、この時に、初めてスタートの位置がこのそれぞれ右側のこの右側のところに、かなり近寄ってくるような形になってくると思います。なので、そのそもそもの1点目の位置取りとしてはちょっと右から気持ちですね、ここ話しすぎると良くないんですが、まあ、ちょびっと気持ちさせておくといいと思います。なのでこの文字パッと見た段階で1点目と2点目のこのスタート位置がちょっとこうずれてるというのがパッと見わからないぐらい、これぐらいで全然 OK なので、極端にやりすぎなくて OK です。ただこれを少しやっていくと非常にバランス安定性がすごく整うので、まあ、ちょっとしたポイントになります。で次書いていく横線の位置ですね、スタート位置がこの乃木辺の点の真下からギリギリ入れていくことを意識します。で少し長めに右上がりの度数少し強めに書いていくと OK です。でここから、乃木辺の高さちょっと高いところから、でここからぐーっと一生懸命書いて、長さは、この飛び出しとしてはちょっとこっちの方が飛び出しているよと、上よりも下の方がちょびっと長いぐらいとだと、非常にかっこよくなってくるかなと思います。で最終的に横線の右側、これもある程度こう飛び出しておく、まあ、もうちょっと飛び出してもかっこよくはなるかなと思いますが、こんな形で、大きな3つのポイントを踏まえて、それぞれちょっとしたポイントもちょこちょこっと入れてあげると非常にかっこいい文字ができてくるんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。